うバジャです。今日はですけども、ちょっと僕一人で今 GS 乗ってるんですけども、ここランザンパーキングに来ました。というのが今日ちょっとあの横浜市で、めちゃくちゃ有名な、バイクショップミスティさんの、女子チームの、モニカですね。ちょっとあの YouTube のやれてるし、まあ、知ってる方もいると思いますけど、その、かっこいい女子たちがなんとカフェバンビに遊びに来てくれるということで、そんなちょっと富士ツーリングも挟みながらの、ちょっと YouTube を撮らせていただこうかなと思いますので、ちょっとこの後、車で待ってみたいと思います。はい、ということで、横浜市から、皆さん、モニカさん、モニカさん、チームモニカが来てくれました。ありがとうございます。もかっこいいバイクに素敵な女性たちが、横浜市からやってきてくれたということで、ちょっとあの皆さん知ってる方もいると思うんですけども、ちょっと一人一人ちょっとあの話聞きたいなと思うんですけど、自己紹介で名前とバイクとちょっとこの後走らせてもらうとこ撮るんで、私のここ見てくださいみたいな、ちょっと一言ぐらいよろしくお願いします。ミスティスタッフのマイカです。Z2 に乗ってます。ハンドルも、ハンドルです。ハンドル走ってる時のハンドル、バイビーシブリハンドルなんですけど、これもかっこいいのと、マフラーを、マフラーもそうですね、短い鼻下の金太郎っていうのをつけてるんですけど、金太郎ですか。金太郎マフラーっていうのをつけてます。サイレンサーも、うちのオリジナルで直感サイレンサー、こう直感風に見えるんですけど、ちゃんとサイレンサーが入ってる、グラフールがちゃんと巻いてあるので、音割りしない、いい音出ます。マルチのホイールですかね。はい、あのうちがミスティの社長がプロデュースしたやつです。はい、つけてます。めちゃかっこいいですね。ロミナです。ルミナさん。ロミナさん。あ、ロミナさん。よろしくお願いします。このバイクは何でしょうか。CB400 コアで。4コア。はい。ポイントは志村のマフラー。おお、渋いのついてますね。いいですね。もともと昔のバイクが好きだったんですか。いや、もともと乗り物が好きで、そこからコロナ時期に入って、暇だったんでちょっと免許取りに行こうかなあ、でそこから軽いあれですね、もうあの感じの勢いで行っちゃったんですね。わかりました。じゃあちょっとサウンドとかも、じゃあ、皆さん注目ですね。はい、あと色ですよね。あ、色かっこいいですよね。確かにこれなんか前のが、この色にしたみたいで、マナハの色に似せて、塗ったみたいな。確かに4号でこの色とも見たことないですね。あ、もう誰もいないと思います。いないですよね。はい、おはようございます。ルカです。ルカさん、はい、よろしくお願いします。このバイクは何でしょうか。これはホンダの CB500 です。500cc です。はい、これ見たことないですね。結構400の上ってことですか。400の上、あんまり乗ってない。あんまりないっすよね。いないです。これはなんでこれ乗ろうと思ったんですか。もともと4フォアを乗ってたんだけど、はい、ちょっと遅いんで、あ100cc 上げて500、はい、あ、じゃあ結構アグレッシブなんですね。その中ではなんか特にここいいなみたいなとこありますか。ね、あのミスティの社長、こだわりのマフラーです。あ、マフラーですね。汚れてしまった。いやいやいや、大丈夫。横浜から走ってきたんですけどね。音がいい。あ、音がいいと。やっぱ音大事ですよね。音大事。わかります、めちゃくちゃ。サラです。サラさん。サラ。あ、そう、耳悪くて俺。サラさん、耳悪いんですよ俺。はい。サラさん、これは何でしょうか。R400 の初期型になります。はい、なんかこれにしようと思ったきっかけはあったんですか。私これ、パパがもともと乗ってたバイクで、はい、小学校2年生からずっと乗り続けてるんです。これですか。で、16歳で免許取って、はい、ずっとこれしか乗ってきてないです。え、小学生で免許取ったんですか。あ、小16歳で免許取ってずっと今の今まで乗ってきているんで、本当に傷一つ一つ全部どこでやって誰がやったかも言えるぐらい。へえ、あ、じゃあもう本当にじゃあずっと乗り続けて、この初期型メーターですね。あ、メーター。これが初期型なんですか。あの普通のだと左右同じ形なんですけど、なんかでかいですね。私のは左右非対称のメーター。全然違いますね。これが、まあ、お気に入りポイントです。あやかと申します。あやかさん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは何のバイクでしょうか。KZ1000。 KZ1000、はい、でかいの乗ってますね。はい。
安定感がありそうで。めちゃめちゃやっぱり、安定感あります。自分今、もう一台エストリア持ってて、250cc のそれも川崎のなんですけど、それが1台目 で、これ2台目で、いきなりパワーアップしましたね。そうですねいきなり飛び級で出世ですね。なのでその排気量の違いとか、見るとやっぱり安定感はめちゃめちゃ違うんですね。なんか女子でもなんかこう最初乗るときとか大丈夫だったんですか？はい、割とあとはうちのミスティで車高を下げて、女子ならではの車高を下げてるので、確かにここら辺とかよく見ればあれですよね、低くなってますね。はい、作られてるので結構女子でも乗りやすく、あ、じゃあこうミスティさんではその女子に合わせてその車高を下げて、はい、合わせてくれるということで、はい、いいですね。そういうの乗りたいけど乗れないみたいな人もいますもんね。多いんで、私が165ぐらいなんですけど、ベタつきになるぐらいなので、ちょっとまたがってもらっていいですか？お、余裕でつきますね。確かに、かっこいいですね。そういう工夫しながら、じゃあこの KZ を、KZ ですね、なんかこの後走るとき見てくださいみたいなのありますか？見てください、ないですよね。もう限界。わかりました。じゃあ、このままいいか。じゃあそんな感じで、ちょっと皆さんのかっこいいバイクを見ながらカフェ番組にちょっと行きますか。はい、行ってみよう。ありがとうございます。はい、ということで、ちょっと女子を密着というので、今日かっこいいですね、皆さん。綺麗な方がかっこいいバイクを乗ってます。おお、すごい、結構いい音しますね、これ。ではちょっと行きます。女子らしい、可愛らしい感じもあって、なんかすごいいいですね。おお、なんか500なの、505は初めて見た。すごいな、安定感があります。16歳から乗ってるこの初期型とか、マシンガンとかですね。確かにこの街灯はなかなか見ないカラーリングだから、かっこいいな。すごいです。じゃあ、いや本当にいい音してますね。確かにこのハンドルのなんかこの持ってる感じが大人かっこいいっすよね、これ。いい音する。綺麗な方がこのバイクを乗ってるって考えてみてください、皆さん。すごくないですか？ということで、皆さんのかっこいい爆走シーンを撮らせていただきましたけれども、だいぶ横浜からなんとこの田舎の花園まで来てくださいまして、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ寒いっす、今。手やばいっす。僕は GS400 ですよね。ちょっとこの後、この花園インターから降りて、カフェバンビの方に、向かっていきたいと思います。いい音するんですね。めちゃくちゃいい音しましたよ。これがあるか。直感サイレンサー。
ございます。めっちゃ寒い中ですけども、皆さんのかっこいい姿が見れて、多分ご視聴者さんもとこの姿を見て私も乗りたいっていう方がいると思うので、はい、コメント欲しいですよね。違うんですよ、何してよ、僕の YouTube はコメントが来ないので。やばいぐらい来ないです。それぐらい来ないんで、ぜひちょっとあのこれは来るんじゃないかなと思いますよ。じゃあコメントしてください。あ、もうこれするしかないですね。お願いします。すいません、じゃあこれは一応カードマンですよ。はい、ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。まーちゃんいないのかと思ってた。いますよ、今日今日はサボりって聞いてます。いや今日あの運転手、あ、運転手じゃない、あの道案内で、道案内、あ、そうですね、はい、ミスティってあのマルチ屋さん、そう、めちゃくちゃ有名な、あ、ミラーマフラーとかの、そう、もう、あ、娘さん、あ、はい、そう、お、ありがとうございます。あ、はいはい、うんうん、あの社長写真撮ったよね。はじめまして。お父さんと写真撮ってた。お父さんと、お父さん、社長のお父さん、寒いですよ。味付けすごいです。今度あの新演隊のメンバーも連れてくれる。こうやったよ、写真映えますよね。鶴ヶ島から1時間ぐらい。こういうのも映えますね。映えますよ。え、てかあの全部が映える。うん。いやもうあのいろんなコラボレーションが。あ、いろんなコラボレーションが。もういろんなコラボレーション。おいしい。いただきます。おいしい。マジでおいしい、いただきました。おいしい。お、マジか。マジで聞いてないです。マジか。おいしい、いただきました。全然聞いてなかったですね。どうですか。いきなり。いきなり。かっこいいですね。かっこいい。素晴らしいです。素晴らしいですね。店のお花も綺麗です。どうですか。え、もう圧巻です。映えてますね。で、今日あのメンバーの、あのインタビュー映像はこれは TikTok 限定で公開させてもらうんで、はい、よろしくお願いします。はい、また YouTube と内容は違う感じでやってるんで、はい、お願いします。ありがとうございました。また来ます。お願いします。今度一緒に走ります。ぜひぜひ。お願いします。お願いします。今度あの横浜に遊びに行かせてもらうんで。あ、ぜひぜひ。あー、手袋すんの忘れた。寒い。カフェバンビから、あ、ちょっとカフェバンビからちょっと撮影会の方をちょっとさせてもらったんで、かっこいい動画はちょっとこちらでミュージックビデオで入れさせてもらうんで違う、ミュージックでフォトビデオちょっと入れとくんで、かっこいい動画見てください。今日はちょっと遠くからすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。今度遊びに行かせてもらうんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今回の動画についてはちょっと密着させてもらいましたけど、あの旧車女子で、ね、あの心を強く持った人もいるかなと。いや、ちょっと違うな。まあ、あの元気が持ってた人もいると思うので、あの私も乗ろうみたいな人もいると思うんで、そんな方ぜひコメント待ってます。ではワンチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。またねー。バイバイ。